どうも、めちゃめちゃメッセです。はい、ということで、ね、今日もやっていくんですけどね。今日はね、まあ、昨日ね、まあ、修学館のね、過去の話をしたんで、まあ、今日もね、まあ、過去に戻って、まあ、スカウトね、来とったけど、行きたくなかった、ね、高校ということで、ちょっとね、ベスト3でね、メッセージの中3時点で行けたね、高校でね、行きたくなかった高校ということで、まあ、それね、強豪校ということで、理由もね、ちょっと一緒に重ねて言っていきたいなということで、ランキングで、言っていきたいなという思います。ほんでね、まずね、これで言いたいことは、スカウト来てるかどうかは、正直な話ね、中学生っていうのは、わかんないんですよ。これはわかんないっていうのはどういうことかっていうと、そもそもね、中学生にスカウトするのが、正直な話、なんかダメなんですよ、そのルール上にね、だからそのスカウトされたとかどうとかは、僕はね正直ほんまの分かってんのは修学館とね、改正はね、まあ改正は家に直接ね、もうでダメなね行為ですけど来ましたし、まあ修学館はまあそういうねつながりでね分かったっていうのはあるんですけど、まあそのね他の高校からもね、まあさすがにね、まあ1校2校はね、来とったと思うんですよ。でもまあどこへ来とったかなっていうのはわかんないんですけど、まあその進路相談の時に、ここやったら行けるってね、言われた高校の中で、行きたくなかったね、高校ベスト3ということで、ちょっとランキングで言っていきたいなということで、まず3位が、はい、履正社ですね。はい、こんなね、強豪校に、まあ僕はね一応ねその試合出れるかどうかとかわかんないですけど一応ね、進められたのはね、進められました。でもね、僕がね履正社にね、行かなかったね、理由としてはまずはね、まあ多分ね試合出れないと思ったのが一個と、ほんでね、寮がねないのが僕は嫌やったんですよね。やっぱりこう中3時点のやっぱこう寮に行くのにものすごいなんかこう見送りみたいなんてあれものすごい憧れるじゃないですか。でそれをね僕はねめちゃくちゃねされたかったんで、その履正社ね、ちょっと嫌やなってね思いました。ほんでね、まあ、履正社をね断ったね、一番ね、大きいね理由としては僕たちがやっぱね中3時点で大体ね、どこがね、強いかとかね、どこにね、選手が集まるか、どこがね、甲子園行くかっていうのは、もう正直な話ね、わかるんですよ。その高3時点でね、どこが出てくるかっていうのは。大体ね、どこに選手が集まるかっていうのは、もうその中学生同士の、やっぱりそのね、まあ、上手い選手とかもやっぱり、SNS では繋がってましたから、それこそね、ハビキノで今、ね、オリックスの太田選手とかもそうですし、当時のやっぱスター選手、松田陸選手とかもういろんなね、まあそれはシニアですけど、やっぱり強豪校の、それこそ福島のみんなもそうですし、やっぱ平方の有名なね、同じチームメイトですし、で、そいつらが、ジャパンとかアンダー15でね、知り合ったやつとかね、やっぱ進路とかも全部聞いてるんで、履正社は正直僕たちの年は全く人が集まってなかったんですよ。だから履正社は僕たちの世代は弱いなってなってたんで行かなかったんですよ。だから結果的にね、やっぱりあんれぐらいの戦力で、その戦力で言ったらそんなやのに、やっぱ大阪桐蔭ね、最強の大阪桐蔭をね、追い詰めたのはね、やっぱりなんやかんやね、履正社のやっぱり指導方法ってやっぱすごいんやなって思いましたが、履正社がまずね、3位で。ほんで2位が、これはね、龍谷大平安ですね。はい。龍谷大平安も、まあ、行けるって、まあ、枚方からね、ルートがあるんで、まあ、行けるってなったんですけど、僕ね、1ヶ月間ぐらいは、ちょっとほんまにね、平安を考えましたね。ほんで、おっかんがね、やっぱりその、ね、その、平安ってやっぱりこう、名前もいいですし、やっぱその周りからのね、見られ方もね、やっぱりものすごいいいじゃないですか。ね、龍谷大平安ってね、やっぱり入ってるってね、めちゃくちゃね、いいなってね、思いますし、僕もね、まあ3年間は別にね、練習きつくてもいいなって思ってたんで、高校の3年間は。もうそれは別にね、龍谷大平安行こうかなって思ってて、いろんなね、雑誌とかもね、確かね、買いましたね。ほんでも龍谷大平安行く気で、返事だけはね、出してないっていう状況やったんですけど、龍谷大平安の、
YouTube かなんかを見たときに、何やったっけな、守備のね、やり方が、めっちゃ基本にね、忠実やったんですよ。龍谷大平安がね。だからそれを見て、あ、僕は合ってないなって思っちゃって、やっぱり龍谷大平安ね、ちょっと嫌になったって感じですね。でもなんか、やっぱり、それ以上にやっぱりね、あの練習のね、きつさとかがやっぱりね、結構、有名ってよりか、やっぱりね、当時前田剛選手もやっぱ平安行くってなっても、もう毎日ブリッジの練習とかしてましたし、だからうわ、それぐらいね、ブリッジであんだけそれ厳しくて、ほんで監督さんも怖くて、で、ブリッジあんだけ毎日やらされてってなったら、ちょっと僕も耐えられへんなってので、龍谷大平安は、ちょっとね、やめたんですよね。ほんで、第1位が、敦賀気比ですね。ほんで、敦賀気比はね、これはなんかね、僕が中3時点の時に、なんか、僕のなんかバッティングがなんか、いいんちゃうんか、みたいな。でね、ちょっと見てみたい、みたいな感じで、僕わざわざね、敦賀気比のね、グラウンドまで行ったことあるんですよね。ほんで、そのなんか下で、なんか、敦賀ボーイズみたいな、ボーイズが、まあ多分ね、系列校なんですよ。多分、修学館と平方ボーイズみたいな感じで、敦賀ボーイズっていうね、敦賀気比の前とはほんまに傘下みたいなね、高校がね、その敦賀気比のグラウンドの下にあるんですよ。だから、当時僕がパーって行った時は、林中選手とかね、あの辺の選手がね、確かアップしとってね、ああ、なんか有名な選手やと思って、なんかそういうのもね、記憶になります。ほんで、その東監督が挨拶に来て、ほんで、その敦賀ボーイズのところで、その中学生相手にシート打撃をするみたいな。でね、行ったんですけど、で、それこそ僕の友達ね、同じチームメイトのやつはそれでね、敦賀気比に入りましたし、ほんで僕もね、敦賀気比のあれ行ったんですけど、やっぱりね、ほんまに、これはガチな話、行った時に、もう大阪開成のね、なんや、セレクションみたいな、セレクションというか練習会みたいな、ね、一回見に来てくれみたいなんで、一回ね、もう大阪開成のあれと迷ってる時に、この敦賀気比からね、意外といいんちゃうんかみたいな、言われて、ほんで敦賀気比に行ったんですよ。ね。ほんで、その時に、やっぱり大阪開成の雰囲気とね、比べるわけじゃないですか。ほんなやっぱりね、敦賀気比を、やっぱ見た時に、なんかね、冷酷やったんですよ。まあ僕の感覚的に、ちょっとね、怖かったんですよ。なんか中3ながらに、なんかこう、なんか、なんやろ、笑いがなく、なんかみんな眉毛細いし、みんなちょっとこう、オーラがあるってなって、うわ、ちょっとこれ怖いなってなって、僕はね、敦賀気比はね、やめたんですよね。でもそれもそうですし、やっぱセレクションで、大阪開成の時はなんかもうみんな、もうすごいこう、うわ、来てくれた、みたいな感じのイメージだったんですよ。やっぱり僕、平方でやってましたから。でもやっぱ敦賀気比行った時に、やっぱこいつ誰やねん、みたいな感じだったのが、なんかね、うわ、なんか嫌やってなって、敦賀気比ね、やめました。だからこの3校が、僕は行けたけど、行かなかったね、高校ということで。まあ、当時に戻ってもね、やっぱりこの敦賀気比、平安、履正社は、やっぱ多分感覚的にね、やっぱね、選んでないのかなってね、思いました。でもね、ここにね、もし行っとったらね、どうなってたんちゃうんかってね、思うんですけど、まあ、どっちにしろね、多分この道どこ行ってもね、多分補欠やったんで、まあ意外と改正で良かったんちゃうんかなと。で、やっぱりそう思うとね、過去のね、この体験会みたいな行った時に、その選手間の感じとか、やっぱ雰囲気を見るじゃないですか。で、それでやっぱり、行きたいとかね、行きたくないとかがね、やっぱり、ね、はっきりすると思うんで、一回ね、その練習の雰囲気とか見たら、結構ね、なんやろ、わかるんで。だから僕、開成行った時に、おもろかったんですよ。それはね、やっぱりお笑い的な感じなんか、ちょっとおもろかったんですよ。そのノックとかでも、ボロクソ言うんですけど、ちょっとなんか、
例えてるね、感じとかが、なんかそのお前芋ってんのかとか、なんかそんなだけじゃないですか。なんかそれをね、僕中3時点ぐらいの時に、なんかまあいわばどこどこ帰れやとか言って、なんかお前賢者モードかとか、覚えてないですけど、なんかそんな感じをね、ちょっとなんかおもろいね、感じのヤジとかがね飛んでたんで、僕はうわええー、なーって思って入ったら、まああれはサムネだけやったって感じやったんですけど、まあ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 確かにね、笑いのレベルは大阪にして高かったんで、だからまあそういう意味では良かったかなと思いました。はい、ということで、皆さんが聞きたい話がねあればぜひねコメント欄に、コメントのねあれをね今日はね変えさせていただいたんで、またね、お願いしますということで、いつもコメントありがとうございます。それじゃあ次の動画で会いましょう。お疲れ。